さあオリックスですけども、今年のオリックスはなんとシーズンだけではなくてオフも主人公であるということで、まあ、正孝のポスティングであったりとかですね、森選手や近藤選手のダブル取りであったりとか、阪神から小野投手を獲得、中日からは春コーチを招聘ということで、もう怒涛のですね、オフの情報がどんどん出てきておりますけども、今回ご紹介をするのはメジャー帰りということで、有原投手ね、先日ご紹介しましたけども、もう一人打者の方でですね、筒香嘉智選手30歳についてお話をしていきます。今年のね途中にも、筒香選手、オリックスに来ないかということでご紹介をしましたし、去年もですね、おそらくご紹介をしたと思います。幾分ですね、いろんな球団、パイレーツ、レイズ、ブルージェイズとかですね、いろんな球団で自由契約になるたびにこのチャンネルでもご紹介をしているんですけども、前回ご紹介した時は結果ね 3A で残留をしたと思うんですよ。でやっぱり当の本人はものすごくメジャーにこだわりが強いということで、なかなかねメジャー行って日本に帰ってきてもう一回っていうのがなかなか難しいということで、やっぱりね悔いのないように全力で、メジャーに挑戦をするというような感じだったんですけども、今回も結果的には自由契約になったということで、ブルージェイズから FA になったということだったので、ご紹介をしていきます。前回紹介してからなんか筒香選手のこう雲行きが怪しかったというか、前はねパイレーツで割と数字を残して非常にこう引く手あまたで、いろんなこうところからオファーが来てるっていうイメージだったんですけど、筒香選手自身がなんか怪我を抱えてたんですよね。それを球団には報告せずに試合に出場して、結果的には悪化して迷惑をかけたみたいなのは、割と去年紹介した後に目に飛んできてですね、そんなことがあったんだっていう感じだったんですけど、これをやっぱ筒香選手が責任感を持って、チームのために頑張ったっていう風な考え方と、いやいやそれは無責任だと、逆にちゃんと報告しないとそれはチームに迷惑がかかりますよっていう風な、いいパターンと悪いパターンで意見が分かれてるらしいですね。はい。それに伴って、パイレーツでの活躍もあってですね、複数年契約を、打診されたんですけど、自分は単年1年で頑張るんだってことで、こだわって、なんかそのあたりも結構癖が強いっていうふうには、言われてたので、このあたりがどうなのかっていうところなんですけど、今シーズンメジャーでは50試合に出場しまして、打率が1割7分でホームランが2本と、これまでのメジャーでの通算の成績見ていくと、キャリアハイは51試合に出場になります。打率は2割6分8厘、ホームランが8本、OPS が8割台ということで、通算メジャーでの4年の成績ではね、これがキャリアハイの数字になっているということでございます。日本だとね、100何十試合出てて、打率も3割、ホームランも30本、打点100何本とかそういう数字だったので、改めてね、合うタイプ、合わないタイプとか、レベルの高さっていうのが、あるのかなとは思うんですけど、じゃあこの筒香選手、オリックスにどれだけドンピシャなのかっていうと、まずは外野がガラ空きであるということですね。はい。前回ご紹介した時は、やっぱ周平とか正孝とかラオウとかいた中で、でもやっぱ筒香選手どうだっていう話だったんですけど、今は状況が全く違いますよね。はい。正孝はポスティング、ラオウは不安定だと。そして福田周平選手が内野に転向するんじゃないかと言われてるんですね。そうなると無理やりセンターにはめた、両翼でもいいですけどはめたとしても、外野は中川圭太のみになってしまいます。はい。そうなってくるとちょっとやばいということで、筒香選手どうですかということなんですね。で、右投げ左打ちの外野が主なポジションですけども、そうなってくるともう正孝の穴が完全に埋まるということで、もう解決ですよね。レフトで左のスラッガーですから、だから助っ人外国人っていう認識ですよね。はい。で、正孝が仮にポスティングで移籍した場合のオリックスレギュラーの左打者って福田周平と宗選手だけなんですね。これはとんでもないことになります。はい。右だと和田選手とか頓宮とか若月とか紅林とかいるんですけど、左もね T さんとか入れてもそれでもやっぱ少ないですね。で、野口選手とかルーキーの杉沢選手はまだまだ不透明です。計算には入れられないので、そういうことを考えるとですね、左の打者がとにかく少ないんだということでございます。それに加えて筒香選手が加われ選手起用の幅がものすごく広がるということで、仮に筒香選手をファーストで使ったとしても火力不足っていうのは一瞬で解決できますよ。特にオリックス近年助っ人野手の不発っぷりが異常なので、今年もねラベロであったりとかバレラとかマッカーシーとかファースト守ったりしてますけど、とてもじゃないですけどね火力十分とは言えなかったわけですよね。そこをファーストで埋めるということもできますし、サードでも出せるということで、その場合は宗選手を休養ということができるわけですよね。はい。宗選手がですね今年のオフ
フはしっかりと休むんだということで、ね、しっかりこう体もボロボロ、2年連続ずっとフルで働いていたということで、まあ、心も体もボロボロだっていうことなので、ものすごく長期的な、まあ、休養をしているということですから、そういうことを考えると宗選手の負担っていうのも軽減することができます。なんかね、宗選手日本シリーズが終わってから、もう投げれないんだと、もうなんかこうトレーナーとかですね、医学療法士の人にマッサージしてもらいながら、ちょっともう泣いてるではないですけども、それぐらいちょっと本当に、満身創痍だったってことを、記事では出ていたので、そういうことを考えるとサードのスペア的な役割としても期待はできますよね。はい。そしてもちろんパリーグですから DH というところで打撃に集中してもらうこともできます。はい。まあ、さっきも言いましたけどね、ラオウが不安定であると、そこに加えて頓宮選手もまだこう1年間フルで、活躍した経験っていうのはないですし、日本シリーズはね、早々に見切られていたので、このあたり含めるとまだまだこの中がいない、助っ人もどうなるのかわからないってことを考えると、DH で使って打撃に集中してもらうっていう考えも十分あり得るので、まあ、どのポジションでも非常にオリックスとしては、利点が大きいわけですよね。はい。で、今交渉の状況で言うと、ブルージェイズのみが11月の12日まで、に、専属で交渉できるらしかったんですけど、そこもね、終了して、昨日から、全球団とは、交渉は可能になってます。で、気になるのは横浜 DeNA との関係性なんですけども、やっぱね、ちょいちょい登場してるイメージがあるんですよ。 DeNA の選手が引退するとか、なんかロペス選手がね対談する時にもなんか出てきましたし、なんか関係性としてはすごく良好なのかなっていうふうに思うんですけど、一方で今年の途中ですね、レッツから途中で加入しましたけど、広島にね、秋山翔吾選手のパターンもあり得るわけですよね。大下が古巣の西武だと思いきや、蓋を開けてみると行ったことのない、そして住んだことのない西日本広島の、球団で、プレーをしたいということで、もう挑戦というか冒険心が溢れる選択を取ったわけなので、まあ、筒香選手が必ずしも古巣に帰るとは限らないわけですよね。はい。で、オリックスに仮に在籍する場合のメリットで言うと、まず筒香選手自前の球場を持ってます。筒香選手がですね、和歌山県に場所があるということで、和歌山に最も近い日本のプロ野球どこですか？大阪のオリックスでございます。はい。なので、まあ、自前の球場にもものすごく足が届きやすいと。まあ、ふるさと地元がね、和歌山ということもあって2億円をかけて、作った球場ですから、筒香スポーツアカデミーっていうね、名前らしいですけども、球場が1個だけじゃなくてサブグラウンドも構えてるということで、この和歌山県橋本市に、まあ、場所を構えてるということで、まあ、調べてみると京セラからですね、この橋本市まで1時間20分かからないぐらいでした。めちゃめちゃ近いですよ。そういうことを考えるとですね、どんだけいいんだということでございます。で、もう一つが吉野と仲良しということで、自主トレ仲間の山本義信投手も、まあ、オリックスに在籍をしているということで、非常に、まあ、いいんじゃないかということですよね、そのあたり。はい。で、横浜 DeNA では、で、中日から来た春コーチとは現役時代3年被ってます。まあ、2軍打撃コーチをした経験もあるので、筒香選手を実際にね、直接こう指導したっていう可能性もありますよ。はい。筒香選手の年俸は4億だというふうに言われてました。まあ、森友哉選手以下の額ですし、近藤選手が無理な場合は可能性としてはあり得るのかなというふうに思うんですけども、まあ、有原投手のね、調査を開始、まあ、続々としているわけですよ。で、一方で、有原投手に対しては阪神とかソフトバンクが続々と調査を開始してますから、筒香選手に関しても11月の12日から始まったということなんで、これからね、ちょくちょくと横浜を中心にいろんな球団が調査をしていく可能性もあり得るので、まあ、オリックスがどうなのかっていうところでね、個人的にはありなんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、今回の動画ではですね、FA になりました筒香嘉智選手、今度こそオリックスに来ないかということで、まあ、いろんな要件含めて前回ご紹介した時とは状況が少し変わっていたので、改めて個人的にはいいんじゃないかなというふうに思っております。なので、この筒香選手の獲得について、まあ、FA についてですね、何かもし思うことあればコメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。